駄遣いは一切しないすごい締まり屋の奥さんがいると噂を聞いてやってきたところは東京八王子市。羽生恵子さんっていう方ご存知ですか？聞いたことありますよね。かなり、節約はしてるって、あと結構手作りで、なるべく他のものを買わなくてって形。マメですよね。なんかいろんな情報を、家にいながらいろんな情報を集めてきて、もう自分で家庭でできるような仕事をしてたりとか。近所でも評判の倹約家にもかかわらず、今年こんな立派なマイホームを購入。さてその節約人生とは。あ、こんにちは。どうも鈴木です。どうも。いやー、お会いするの楽しみにして。この下駄箱は？あ、これは牛乳パックで作った下駄箱なんですけど。早速来ましたね、これ。もう汚いんですけどね。お今年の靴は、で自分でお片付けさせてるんですけど、あの牛乳パックなんか。本当だ、これ牛乳パックだ。これ布団の圧縮袋で作ったんですけど、レインカバー、雨が降った時にこれをかぶせるとこの中に赤ちゃん入れてでもお買い物できるでしょ。広いですね。何 DK なんですか？ここは3DK一部屋。ここは L で、和室があって子供部屋があって、奥に主人の部屋があります。主人の部屋。この夜写真を飾る、あ、フォトフレームですか？これはあれですね、なんだか紙皿のお皿ですね。このぞ、これこれはこれね、これもそうです、クッション。これはクッション買ってきた、塗っただけですけど、この下はこうなってるんですよ。こういう入ってるの。これはなんか梱包材ですかね、引っ越しの時に使ったんですけど、いらないから捨てるのももったいないんで、これをたくさん積み重ねて、でこう上にかけると結構ちょっと硬いけど子供が座るのにはちょうどいいかなっていう。あ、いいですわ。いいですよね。これを全部ここに飾ってるの？それ全部私が作ったんです。あやちゃん、ちょっと見せて。これはママが作ってくれたの？マラカスなんですけど。あ、本当だ。なんかこれ何ですか、材料？あ、小豆。小豆とお米が入ってるんです。小豆とお米。あとこれがね、洗剤のスプーンを2つ組み合わせて、ね、中にやっぱおもちゃがちょっと入ってて、でガラガラ。そうか。子供のおもちゃから家具に至るまでリサイクルの手作り。洋服や本もほとんどいただき物やリサイクルという徹底ぶり。いいです。主人も作った？ええ。あの家計簿なんかつけてらっしゃいます？つけてますけど、ちょっと見せていただきます。どういう風に家計簿をつけてらっしゃるのか、見てみたいです。当然財布の紐もがっちり締めているはず。極端な話も、とにかく結婚した時からやってますから、もう結婚する時にかかったこれ、例えば準備費用とかなんかも全部そっから始まってるんですよ。それがなんか楽しくて。家計簿は生活費、育児費など項目別に分けて10種類。しかし一番びっくりするのは収入簿。消費者モニターや検証にせっせと応募し、当たったものを自分で買ったつもりになってその金額を記録。一応それでいただいたものを全部記録して、で例えばいろいろありますよね。アルバムをもらったって、カードもらった、そしたらアルバムだからいくらぐらいかなっていう金額を書いておくんですよ。でテレホンカードだったら500円だよねっていう感じで全部書いてって、この金額を買ったつもりになってその分の現金を積んじゃうんですよ、郵便局に。で、ある程度1万、2万って貯まりますよね。で、貯まってきたところで定額にして、で、その方法でどんどん貯めていく。なんかこう、なんていうんですかね、それはね、なんか要するにもらった積もり貯金っていうのかな。積もり貯金、積もり貯金、積もり貯金、買った積もり、っていう感じね。積もりになったその、計算して貯めたお金はどのぐらいですか？貯めたお金はこっちなんです。ってこと全部で50万ぐらいですか？そうですね、そのぐらいですね。ここまで徹すればゾッとするほど楽しくってやめられない。これなんですか、このセンサー？あ、これはオルゴールです。お祝い電報。お祝い電報。そう。これを入れておいて。そうそう、結婚式のお祝い電報ね。それで子供たちが例えばこれを、例えば向こうにお母さんいた時に何かやってた時にこう開けておくとなる。なる。そしたら早く閉めなさい。これは食べられないかなと思って、でもちょっと捨てる前にお掃除に使おうかな。有効に活用してあげるわけだ。ええ、こうやって擦るだけで結構ね綺麗になるんですよ。でまたちょっと洗って使えるから何回か。さて、今日のお献立は、はい、あ、今日は今途中だったんですけど、はい、お金
のハンバーグを作ろうと思って豆腐屋さんが回ってくるんですここで、ええ、豆腐屋さんに頼むとタダでくれるんですよ。おからおからただ捨てちゃうものだからあれは、うんうん、おからは結構活用が方があっておからのクッキーもできるし、うん、おからのケーキもできるし去年はそれであのお豆腐屋さんにいつもおからもらってたんで、うん、クリスマスにおからのケーキ焼いてプレゼントしたんですよ豆腐屋のおじさんに。そしたら喜んじゃってがんもどきなんかいっぱいくれちゃった天賦人だなこれもあのえおからね、はい、積もり預金になるあやってなかったこの日の夕食はおからのハンバーグに野菜のスープと麦入りご飯5人分で450円という安さ。 OL 時代結婚資金を作るために倹約を始め結婚後はマイホーム購入資金を貯めるために節約を続け今年の春ついに念願を達成。どうもおかえりなさい。植木です。どうも。節約のきっかけですよね。正直言って我々ちょっと贅沢すぎると思う、まあ、特に日本人はお金をかけて育てるんじゃなくて違うなんていうのかな、気持ちをかけてっていうの、キザに言えば愛情をかけてみたいな気持ちが私にはありますけど次なる目標は子どもの教育資金。羽生さんの節約は果てしなく続く。東京の不思議家族。東京の空の下には思いもよらない暮らし向きがあります。何持ってらっしゃるんですか。向かごです。向かご、うん、これは何ですか。向かごって自然薯の子供。自然薯の子供、あ、うん、これがそうですか、うん、今どちら住んでらっしゃるんですか。今そここちらですか、うん、あ、うん、あ、こちら住んでらっしゃるんですか。そうです。ミカドパン店。そう。パン屋さん。そう。パンの販売。そうですね。今娘さんと住んでらっしゃるんだ。お母ちゃんでもここに住んで何年ぐらいなの。うちは戦後ですからね。20年に来てるんだから。20年、ここにもう、昭和20年ってことはもうすでに48年ぐらいだ。そう。昔はですよ、おしるこやった後は蝶花屋なんかに使ってましたけどね。おしるこ屋さんやってたわけですか。ええよ。何代ぐらいなんですかそれは。その前からだと。いや、私で3代目でしょ。3代目、うん、ここはこっから上がりかまちになって、そうそう、ここがなんかガスコンロが置いてある。そうそう、ここでやってたんだから。ここでおしるこやって、ええ、で、これは夜になったらここ閉めて、うん、どっか近くに住んでらっしゃるんですか。いえいえ、2人ですからここにいますけどね。娘さんと2人でここに住んでる、ええ、住んでるって、このいやいや、ここは部屋だから。え、ちょっと待ってください。私まだ全然掴めてないんですけども、ここにお二人で、はい、娘さんと二人で住んでるじゃん。まことに広いでしょ。まことに広いでしょ。そうですよ。ああ、そうすると今、まあ、いっぱいこう布団はそうなりますけども、布団はないからね、狭くて。仏壇があって。大体寝るスペースとしては2人だと畳1枚半、ね、そうですね、まあ約2畳だよね。2畳、うん、いやー、びっくりしました。ここに娘さんと2人で住んでらっしゃるんですか。そうそう、ここが押し入れで。そうそうそう。あー、でもすごい綺麗になんか整理されてますね。うまい具合に空間がきっちり埋まってます。この2畳の空間をうまく使っていらっしゃいますね。空間利用。明治の末に建てられ80年の雨露をしのいできた佇まい。店の奥に3畳間、それに台所と便所、これで全て。開けて、あ、いい、あ、ここが台所ですか。いろんな商売やってるからね、台所だけってわけにいかないでしょ。だからいろんなものそっちもこっちも積んであるから。このお風呂、そう、お風呂、お風呂どうしたの。この風呂系なんか置いてあるんですか。なんか入りますよ。え、ここに入るの、うん、だって今これ全部どけるから風呂入るとき、これ全部一旦どけるわけ、
これに血山が入ってるから重いですよ。これを全部こう店持ってっちゃうからね。あ、入るとき店持ってっちゃうんだ、ね、ちょっといいですか、どうぞ。見てみて、風呂桶こうやって、あー、まだなんかあったかい、そう、ヒノキのお風呂だ。年を取ってくるとあんまひどいうち言いませんね、うん、動くのは骨折れちゃって、あのね、皆さんもね、このぐらいのね、母ぐらいの年齢になるとね、わかりますよ私はお母ちゃんの年代だとわかる、わかる、いかに狭いうちが、狭いとこがいいかってことわかる、わかる、三畳一間でもこと足りる。母と娘肩寄せ合ってつつましく月日を送る二人暮らし。いやー、二畳間が生活のスペースというね。でもできる、そうなれればそうなんですよね年取ってくればね、狭い方がいいんだって言われるとそうかと思いますけどね。お風呂だってね、便利なもんかもしれません。狭いながらも楽しい我が家っていうけど、まさにもうその象徴みたいな、ね、アイデア奥様のあの生活、私には真似できませんけど、うん、偉いですねまあ今は2家族出てきたけども、はい、いわゆるその知恵の集積っていうかね、そういう感じがするんだよね。ありますね。今日はいろいろ家族に焦点を当てて見てみようと思うんだけど、まあ、我々が考えている常識的な家族とはちょっと枠の外れた家族も今日はたくさん出てきます、はい、東京ならではの生活ぶりやってみることにしましょう。一つの土地に住居が4軒、門が4つで表札もそれぞれ別。ここにもいました不思議な家族。各家にお年寄りが一人で暮らし、食事は一緒という共同生活。戦前から共に日赤の監獄の道を歩んできた長い縁の4人。独身を通し、病院退職後この共同生活を始めて17年になります。あの設計を自分でして、せーので建てたわけ。土地は？土地は前に買ったったから。みんなで土地買ったんですか？そうそうそう、これも金魚の糞で私が土地を買おうって言うとね、一緒に土地を買ったわけ。ここ何坪あるの？これ全部でね、90坪あるんです。90坪をみんなで買って、そうそうそう、そのだからこういうふうに私が30坪、スモさんが30坪、うん、この人たちはお金がないから15坪ずつ。そんなはっきり言って。そんなの。で、これがインターホン。あ、インターホン？これがインターホンで、4件これでつながってるわけ。非常ベルが。鳴らしてあげましょうかな。いいね。非常ベルがね、4件ついてます。びっくりしちゃうよ。1件ずつについてて。はい、それから井戸を掘ってね、私のところに置いた。そう。その井戸が全部これ。お水も井戸から、そうそう、これも井戸、これ井戸水、はい、一番こっちがね、一番こっちが井戸水、これが井戸水、ね、水事係、掃除係とかあるんですか？いや、それは別にないから、洗濯係とか、いや、それないんですけど、ね、ないんです、お家は、うん、だからね、財産と、うちと、私生活は確立してる、ね、うん、うちと財産と私生活は、その他三食同じ釜の飯、これいいですよ。共同生活、ここが同じ釜の飯どころで、お家一つずつある。そうだから、みんな一人、そう、向こうはうちはそっち、ああ台所が、あ、いいですか、見て、はどなたのお家、あ、ちょっといいですか、まあね、あら、まあね、まあね、台所からドア1個、はいはい、でまた台所、ええ、あります。あら、同じ作りですよ。同じ作りですね、はいはい、お台所があって、はい、ここに6畳があってお玄関、はいはい、まるで、はい、同じ、同じものが2つ、はい、ここが2軒こうなってて、はいはい、あとお二方だから、あの向こうの家と私の家、いっぱいつながってないですね、うん、あの廊下向こうは広いんです門が4個あるけどもお庭は1個。ほら、これ30坪30坪のお家がこれでつながってるんですね。じゃあお邪魔します、はいはい、あ、そしてここが、なるほど、リビングルームですね、安田さん家の。そうなの、これ私の仕事場兼食堂兼今、はあ、ここでいつも仕事、仕事。